滋賀県立大学は環境科学部、工学部、人間文化学部、人間看護学部の4学部13の学科で構成されています。理系、文系にまたがったユニークな学びの中、1年生から一貫して専門科目を学び、それぞれの分野の研究を突き詰めていきます。その大きな特色は、1年生から専門科目を学べることです。それぞれの学部の魅力を学生たちに紹介してもらいましょう。まずは環境科学部から。環境科学部は琵琶湖をフィールドに自然と社会との調和を目指します。環境科学部には環境生態学科、環境政策計画学科、環境建築デザイン学科、生物資源管理学科があります。環境科学部の魅力は、この環境科学部は分離問わずに、もう文系の方も理系の方も混じって、そういう関係ない学問ですので、そういうのに魅力があって入りました。環境科学部の学びの特徴は、環境科学部は地域とすごい密着してて、現地に実際フィールドワークに行ったり、ヒアリング調査とか博物館とかも行けるので、実際に見て感じて現地の人の声を聞いて学べるっていうのはすごく魅力的だと思います。久米さんの将来の夢は何でしょうか？その地域の環境を良くするような仕事ができたらいいなと思ってます。それでは工学部をご紹介しましょう。工学部は世界で活躍するために最先端の知識を学べる学部です。工学部には材料科学科、機械システム工学科、電子システム工学科があります。工学部の魅力は、こう実習工場とかの設備がこう充実しているのと、あと先生方とこう気軽にこう実験や研究についての相談がこう行えたりするところです。どういうところにやりがいを感じますか？研究自体はそんなうまくいくもんじゃないんで、それの中でこう自分のこうアイディアとかでこう実験がうまく前に進んでいった時は嬉しいです。竹村さんの将来の夢は、鉄道や自動車といった機械の、まあ、に関連するようなこう機械の設計の方を行いたいなと思います。次に人間文化学部。人間文化学部は地域と生活から人間の文化を改めて考える学部です。人間文化学部には地域文化学科、生活デザイン学科、生活栄養学科、人間関係学科、国際コミュニケーション学科があります。人間文化学部の魅力は、1年間で留学ができて4年間で卒業できるっていうすごいメリットがあって、そこはすごい魅力やなって感じました。学びの魅力はどこにあるのでしょうか？英語であったり他の言語を使おうとすればするほど、やっぱり先生とか留学生との関わりもしっかり増えてきて、その中で異文化理解であったり、さまざまな力、言語だけじゃない力を身につけられるところだと思います。岡崎さんの将来の夢は、それと人に何か教えるってことが好きなので、英語の教員も含めた分かりやすく相手のことを理解して何かを伝える仕事に就きたいかなと思ってます。最後に人間看護学部をご紹介しましょう。人間看護学部は人が人として生きることを目指したやりがいある看護を目標にしています。人間看護学部の魅力はどこでしょうか？未来看護塾というサークルがありまして、地域でのボランティアの方を看護学生が主体的に行わせていただいておりまして、そこでいろんな人と関わることで、で将来どんなふうに看護を行っていくのかということに対しての学びを深めることができるのが、他の看護学校にはない魅力だと思っております。学ぶ環境は、病院にある設備と同じような機器を使って
より実践に向けた練習が行えることが県大の魅力だと思います。学部も70人で少なめでみんな仲が良くて、一緒に実習も頑張っていこうと高め合える人たちがたくさんいるので良かったです。滋賀県立大学ではこうした各学部で身につける専門知識のほかに、幅広い視野を養うとともに豊かな人間性や国際的なコミュニケーション能力の向上を図るため全学共通教育を実施しています。全学生を対象に外国語教育、情報処理教育、健康体力教育の3つの分野からなっています。中でも特色は人間学、人間を深く見つめそこから今後の指針を自ら見出していける人が育つことを願い設けられたカリクラムです。必修の人間探究学と心、仕組み、自然、技の4つの科目群に分類されています。また主専攻の学びに加え、学部学科を横断して実施される近江学士地域学副専攻、副専攻ではコミュニケーション力、行動力、問題解決能力の3つの要素からなるネットワーク力の習得を目指します。